本日ご紹介するギターはこちら、マーチン D76 でございます。この D76、 マーチンフリークの方でしたらよくご存知だと思います。国内ではあの石川貴彦さん、南こうせつさんもこの D76 を使用されてました。この D76、 あまり知らないなという方に簡単に説明します。1976年、今から46年前ですね、アメリカ建国200周年を記念して作られたビビデッドモデルとなっております。当時1976年ということもありまして、1976本限定のモデルになります。それだけでも希少価値が高いんですが、今回ご紹介するこちらの個体、さらに希少価値が高いです。というのはですね、この D76、 2年に分けて製作されました。1975年に200本、そして1976年に残りの1776本が製作されました。今回のこちらのモデル、なんと1975年に製作された200本のうちの1本ということになります。同じ D76 の中でもさらに希少価値が高いモデルです。一体どんなギターなのか、これから皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そしてプライスのことを少しだけお話しします。当時こちらの新品価格、日本円で80万円でした。参考までに当時の大卒の初任給、約10万円です。当時学生だった方や入社して間もない方には雲の上のような存在だったと思います。ちなみにマーチン D45 の価格は当時88万円だったそうです。 D45 と並ぶぐらいの高級モデルです。では今この D76 はいくらなんでしょうか。動画の最後ではプライスも発表しますので、ぜひ最後までご覧ください。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状はおなじみのドレッドノートタイプ、塗装はオールラッカー塗装、使用している材は全て D45 と同じグレードの厳選された材を使用しています。トップ材シトカスプルース、いかがでしょうか。このキメが細かい綺麗な厳選された上質な材を使用してます。サイドバック、インディアンローズウッドです。いかがでしょうか。こちらマサメのハカランダのような材を使用してます。バックは3ピースになっているのが特徴です。ネックマホガニーの S 級ネック、シバンブリッジは真っ黒のエボニーを使用してます。スケール約 645mm、 ブレーシングノンスケロップデックスブレーシング、骨太サウンド楽しみにしておいてください。ナット幅約 43mm で、やや厚めの緩い V シェイプです。太いネックが苦手という方や、バレーコードを握り込みで弾く方にも大変弾きやすいネックシェイプです。では装飾を見ていきましょう。ペグはグローバー、ヘッド付き板にはアメリカを象徴するイーグルのインレイ、指板には当時アメリカは13州ということもありまして、13個のスターインレイ、70年代ならではの黒ピックガード、ロゼッタにはヘリンボーン、ネックブロックには通し番号が記されたプレートが貼ってあります。レギュラーモデルとは一味違うリミレットモデルならではの特別仕様です。では気になるのはコンディション、まずマイナスポイントから。マーチンではあるあるなマーチンクラックがございます。このピックガードの外側に1箇所、内側に1箇所、計2箇所のマーチンクラックがあります。しかしこちらはリペア工房でしっかりとリペア済みですのでご安心ください。それ以外は製造から47年経ってるということで、多少の小傷や磨き傷、使用感というのは若干見受けられますが、47年ものには見えない大変綺麗なコンディションです。こんなに綺麗な D76 めったに出てこないと思います。というのはこちら2オーナー品となっておりまして、前のオーナー様、前の前のオーナー様ともに大切に扱われてきた、そんなギターです。 D76
ですのでヴィンテージモデルでもできるだけ綺麗なものが欲しいという方には大変おすすめです。フレットは7割以上残っておりまして、透明リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションは抜群です。まっすぐで元置きもありません。このギターは S 級ネックといいまして、トラスロットレンジで調整ができないタイプになります。よって順反りや元置きしている個体も少なくありませんが、こちらの個体は正常です。弦高は12フレットの6弦側約 2.5mm、 1弦側で 1.8mm と標準の高さにセッティング済みです。サドル山は6弦側で 2.5mm ほど残っておりますので、お好みで微調整が可能です。そしてギターの要とも言われますこのサドル、当店で新規交換済みです。良質な目の詰まった牛骨製で交換することによって、演奏性はもちろんサウンドポテンシャルもさらにアップしています。以上の内容から外見のみならずプレイビリティも大変良好な個体です。やはり融通のギター、特にこういったヴィンテージギターはこのプレイビリティが重要になります。このプレイビリティに不安を感じる方や、遠方の方で試奏せずに買うのが不安だという方にも安心してご購入いただけます。私が自信を持っておすすめするマーチン D76 です。ではサウンドレビューです。 D45 と同じグレードの材を使用したリミテッドモデル、一体どんなサウンドをするんでしょうか。ぜひお聞きください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。70年代ならでは、いや D76 ならではのサウンド、そのあたり少し解説をします。まずこの低音から聞いてください。いかがでしょうか。この野太く深い低音、まるで除夜の鐘のような、そんな重厚感があります。では中高音です。特にいつまでも鳴り止まないロングサスティーン、よく聞いておいてください。でしょうか。このローズウッドらしいきらびやかで美しい中高音、そしていつまでも鳴り止まないロングサスティン、本当に美しいサウンドですよね。先ほどのですね、スペックでサイドバックが3ピースとお伝えしました。こうやって思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。 D35 の音に近いのかな、きっとそんな方いらっしゃると思います。しかし聞いてみていかがですか。私の感覚ですと、パワフルさ、D28、D35 のようなパワフルさと、そして40番台のきらびやかさが相まったサウンドじゃないかなという印象があります。これぞ D76 ならではのサウンドですよね。そしてブレーシングがノンスケロップドブレーシングということもありまして、70年代ならではの骨太さ、芯の強さ、腰の強さというのがしっかりと伝わります。そして音の抜けも抜群です。一音一音の粒立ちの良さ、弾いてると時を忘れてしまう、そんな心地よさがあります。皆さんがこの D76 を手にしたらどんな曲弾いてみますか。今日の私の気持ちはこんな曲弾いてみたいなと思います。たどり着いたのはちっぽけなこの街に泊まろう、旅はまだ続く。 Hey Mr. フロントの部屋はあるかい。笑顔で答える満室でございます。 Come on。 荷物が重い俺の肩に今夜だけは、といった感じでアメリカの古い曲なんかぴったしなんじゃないかなと思います。
ぜひこの D76 にまつわる思い出話ですとか、あんな曲いいよな、あのアーティストが使ってたよな、そんなお話ぜひお聞かせください。どんなコメントが来るのかすごく楽しみにしてます。ではプライスの前に付属するハードケースの説明です。憧れた方も多いと思います。マーチンブルーケースをお付けします。これを持って歩きたかった方も多いのではないでしょうか。しかもですね、こちら近年物のようにめちゃくちゃ綺麗な状態です。こんな綺麗なブルーケース今まで見たことないです。それぐらい綺麗です。これもお付けしての納めとなります。ではプライスの発表です。こちら1975年に製造されましたマーチン D76、 価格は77万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。多少のリペア歴はございますが、ニアミント品といっても過言ではない、こんなに綺麗なコンディションの D76 めったに出てこないと思います。しかもこれだけのサウンド、これだけのコンディションです。ぜひこの D76 に強い憧れをお持ちだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会です。ぜひこれを機会にご検討ください。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、 メール、お電話で受けたまります。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想ですとかご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせございます。当店はおっとりえ公式 LINE 好評配信中です。このおっとりえ LINE では当店に入荷したギターを優先して配信してますので、アコギをお探しの方、アコギが大好きだという方はぜひご登録をお勧めします。ご登録方法はこちらの QR コード概要欄にございますのでチェックしてみてください。もちろん登録費用は0円です。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ紹介してないギターたくさんございます。この年末に向けて素晴らしいギターバンバン紹介していきますので、今後のおっとりえチャンネルお見逃しないようにぜひ楽しみにしておいてください。その中にあなたがお探しのギター、憧れだったギター、夢だったギターがあるかもしれませんよ。ぜひ楽しみにしておいてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。